感じます。あ、本当？え、今日はね、こう私のところ関東だけかな、なんかあったかかったんだけど、今日どう？みんな、え、今日あったかかくない？あったかくない？アマトーさんありがとう。かんちゃん、あさみさん、ダーシャハさん、ワンダーさん、ローマ字マサさん、イルカさん、ブルーさん、ブラッチ、ザキさん、ゴールドシップさん、フジモンさん、JJさんありがとうございます。あ、あれ、矢吹さんもう出されてた？もしかして、あの矢吹さんのね、あのフェスがまた冬にねあるんですよ。12月23日だって、クリスマスイブイブにあるんですけど、それにまた出演させていただくことになりまして、嬉しい。なのでぜひあの来てくれたら嬉しいです。まだチケット情報とかは出てないよね、さすがに。どうなの？多分さすがにまだ出てないと思ってるんですけど、ちょっとね、出たらちょっとまた来てくれたら嬉しいです。はい、虹色さんお疲れ、ありがとう。さとちゃん、まめちゃん、HM さん、フーガネットさん、ワイドット K さん、ストンコさん、ピルクル、グッピーさん、カズノリさん、阪神優勝さん、 DRM リーダーさん、ヤックン、石川先輩さん、マリアード、コロボ、オタコ、ワンダーさん、メリーゴーランド、パカラン、ありがとう。ブルムーンさん、かわいい、ありがとうです。いちごの妖精さん、いらっしゃい、ありがとう、ありがとうね。あさみさん、お菓子ありがとう。いなっちさん、マササティワンさん、マークツーさん、キンキンさん、ストレートくん、ありがとう。まめちゃん、お菓子ありがとうね。アイさん、おさぴーさん、タカラエイジさん、ありがとう。あ、BGM 来てる？ありがとう。シムさん、ポニョニョンさん、ありがとう。いらっしゃいです。ハイドさん、ナオさん、スイカさん、ありがとう。ローマ字ユタさん、オオトモさん、ブルームーンさん、レインボースターありがとう。テストさん、お疲れ様、今日も。カリタン、結婚して、あ、うん、コロボ2月にね行ってくれたら見れる見れる。ちょ、上映期間っていうのがね短いかもしれないんだけど、2月にね予定って書いてたから、そう、新居浜でのね上映になると思う、愛媛の。ジャクチューさん、 T 赤さん、 HK さん、マヤちゃん、ブレイブさん、バリンチュさん、マナさん、クロクマさん、ブーちゃん、ありがとう。 JJ さん、あよき、ありがとうございます。今日はちょっとまたなんか髪型変えようかしらと思って、なんかおさげ一つみたいなやってみた。どうですか？ドナルドさん、ベジータさん、ありがとう。ヨッピーさん、かわいい。おがこさん、パチパチありがとう。マーさん、ブレイドさん、ひらがなゆきーさん、ひろさまーさん、ありがとう。おがこさん、にじいろさん、パチパチありがとう。ストリートくん、パチパチありがとう。ありがとう、ねるさん、ただいまです、ありがちょ。カラチーさん、アンチヒロさん、ありがとう。あ、イルカさん、イルカさん、レインボースター、ありがとう、いっぱい。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。ローマ字ヨシさん、お疲れ。ゴンちゃん、ジージー、ありがとうです。おー、投票ありがとうございます、ヨシさん。映画のあのメイキング映像がね公開されてるんですけど、そこのあの投票機能があってですね、ぜひ見ていただいた方は投票してくれたら嬉しい。
なんかこう評価みたいな、投票みたいな。ありがとう。アブリカルビさん、ヘンリーさん、ヌマズンさん、ブルーさん、ありがとう。ヨッピーさん、お風呂ありがとう。ヤピさん、ミューラーさん、ありがとう。ユキさん、結婚して。オサピーさん、お菓子。おがこさん、かわいい、ありがとう。昨日聞けなかったラジオ、あ、聞いてくれた。サトシさん、楽屋ある？楽屋にお邪魔していいのかい。ヨロさん、ヨッシーパパさん、ありがとう。僕は純粋さん、おさぴーさん、パチパチ、ありがとう。ゴールドシップさん、おくま、お菓子、ありがとう。まゆちさん、100キラありがとうございます。横乗りパサカリアさん、ありがとう。のり、いらっしゃい。そう、やぶきフェスの詳細発表になった。あ、ほんまに？あ、今日発表されてた？やっぱり11月16日の7時から先行抽選。え？もうちょっとじゃない？それ、16日ってあと何日？急に始まるやん。あ、でも先行抽選だ。抽選になってるんですね、今回は。でもなんかね、大きい会場だよね、確か。こないだに比べて急に大きくなるんですよ、会場。アンチヒロさん、100キラありがとう。あさって満月なんだ。あれ、そういえば最近月を見てないな。アジナンさん、ギドラさん、ありがとう。シムさん、京都暑かった。え、今日ね、すごいなんかね、気温があったかかったよ。11月で大丈夫っていうぐらいのあったかさでした。秀幸さん、わかる、ありがとうございます。底辺さん、いらっしゃい。サノピアノさん、ありがとう。配信の前にご飯食べるときは遅くなってもいいから、ありがとうね、コロポ。今日はね、すごい早めに食べましたよ、夜ご飯。なんか昼夜一緒になっちゃったけど、夕方食べました。ムラピンさん、パチパチ、ありがとう。暖かかったね、ストンコさんとこ、テストさんとこも暖かかった。みんな暖かかったね。まゆちさん、ただいま。ヘンリーさん、お、あきくま、あきくま、ありがとう。市原さん、いらっしゃい。イルカさん、パチパチ、ありがとう。ローマジヨタさん、かわいい。イルカさん、パチパチ。お、ブラッチー、ありがとう。パカラン、メリーゴーランド、ありがとうございます。ちょっと雨降って寒かったよ。え、雨降ってたんだ今日。そうなの？ぬっかったがよ。え、どこの方言、ぬっかったがよ。アントワーヌさん、しんいちさん、まめまめ仙人さん、のぶしゃん、ありがとう。あ、お鍋。え、お鍋安定にないよ、そういえば。でもね、お鍋配信したいから買いたいね、さすがに。お鍋そろそろ、もう2年目くらいなんだけど、こっちに来て冬。いや、お鍋はね、したことあるんだけど、なんかそんなね、めっちゃお鍋用の鍋じゃないのよ、全然。だからすごいちゃんとしたやつを買いたい。うん、イルカさん、かわいい、ありがとう。のびちゃん、100キラありがとう。ソエさん、とっとい、ありがとう。ゴンちゃん、ありがとう。マヨッチさん、悪魔風船。スエさん、愛してる、ありがとう。アイルトンさん、グッチ、いらっしゃい。マメマメさん、パチパチと。スエさん、お風呂ありがとうです。ブログ見てくれた？あ、そう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 、最近ね、お仕事の帰りに行ってきたんですよ。スカイツリーと東京タワー、どっちが好み？
めっちゃどっちも好きやけどね。スカイツリーね、ご飯とかその施設、建物にすごいなんかいっぱいあるじゃん、いろいろ。それすごい楽しいなと思うし、東京タワーはやっぱ夜がめっちゃ綺麗だなと思う。あんまりね、どっちもね、上まで行った経験がないんだけどね。行きたいな。グッチムラピーさん、ありがとう。チケット案内もう出てたか、やっぱり。テストさん、土曜からだって。もうちょいや。フガネットさん、パチパチありがとう。スエさん、奥魔風船ありがとう。もう出てた。フガネットさん、パチパチありがとうございます。モーリーさんいらっしゃい。天柱くんいらっしゃい。コウジさんありがとう。ムネタカさん、パチパチ。ケンスケいいね、ありがとう。レッツさん、水太郎さんありがとう。ライブ夜だったらいいなって。でもさすがにね、二部制とかだったら昼かもしれんけど、一部やったら夜っぽいけどね。のぶしゃん、お疲れ様。前どうだったっけ、イースとかなでやった時、どうやったっけな。大文字ヨッシーさんありがとう。ケンスケおめでとう。ローマジューシさん、かわいい、ありがとう。100キラもありがとうです。仲良きだよ、二人とも。今度はね、ブログ見てくれてね、お芋掘り行こうってね、わざわざ連絡くれたんですよ、ハロポン。お芋掘り本当に行こうかなって話してる今。ポップマスターさん、イズキュン、コバッチさんありがとう。のぶしゃん、かわいい、お疲れ。ありがとう。ひでゆきさん、バラ。シムさん、パチパチありがとう。トコトコさん、森吉さんありがとうです。デメキンさんありがとう。店長くん、かわいい。グッチー、お菓子。純粋さん、パチパチありがとう。グッチー、お菓子ありがとうね。ゴエモンさんありがとう。アイムリーグ終わりました？あれ？ちょっと早い？いつもより。そんなことないね。え、矢吹さん、今回も呼んでくださって嬉しいです。コロポ、また赤竹で歌わせてもらえそうです。嬉しいですね、とても。よいしょ。底辺さん、結婚していい、ありがとう。フジモンさん、パチパチありがとう。ドナルドさん、ラブリタ、ありがとう。ひでゆきさん、バラありがとう。純粋さんいらっしゃい。コシさん、お疲れ。フォングさん、タマさん、神尾カンデさんありがとう。虹色さん、サイリウム。店長くん、お風呂ありがとうございます。今日も黒いひなほも良きですか。もう最近黒ばっかりだよ。ありがとうね。テストさん、アキクマありがとう。アキクマ、ジュンレベル45さん、おひつりさん、マンボウさん、ピーくんさんありがとう。ブラシャンいらっしゃい。シェアトさんありがとう。ひでゆきさん、バラありがとうございます。あ、今日の最高気温 18.2 度か。それってどうなんだろう、暖かい方かな。デミキンさん、お菓子ありがとう。ヘンリーさん、お疲れ、ありがとうございます。明日の松山は曇りのち小雨、東京も朝雨のち。雨じゃん、めっちゃ雨じゃん明日。やだな、気をつけてみんな。朝雨な、一緒にお出かけしてる仲間のハルポンがいてよかったねって。ね、本当に
本当ハルポンがこっちに来てくれてからすごい行ったことないところに行くようになって、めちゃくちゃね爆速でいろんなところ知れてる。ハルポンのおかげですね。本当、虹色さんバラありがとうございます。何、2戦目めっちゃすごい試合だったって、ボブマスターさんが M リーグ、え、見たい、めっちゃ。ひめみきゃんさんいらっしゃい。のぶしゃん、悪魔風船、ときぴたさんありがとうございます。あ、そっか、ほのぴちゃんと一緒か、マササーティワンさん、あら、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマササーティワンさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、今日誕生日おめでとうございます。秀幸さん、かわいい、ありがとう。底辺さん、お風呂ありがとう。まみちゃんもお風呂、あ、ブログありがとうございます、見てくれてね。お出かけしたいね、このピちゃんとも。ゆきーさん、お風呂ありがとうございます。世界は恋に、世界は恋に落ちている、光の矢胸を刺す、はい、ありがとう。クラッシャーさん、神尾勘でさん、パチパチありがとう。みーさんいらっしゃい。もこもこリボン、かわいいでしょ、これ。かわいいよね、これ。なんかどうにかして使いたくてやってみた。川崎さん、お菓子ありがとう。ひもリボン、かわいいですか、ありがとう。川崎さん、お菓子ありがとう。海ほたるさん、ラインポンさん、ありがとう。テストさんに、海ほたるさん、かわいい、ありがとうございます。スイッチさん、カタカナやっくん、ありがとう、いらっしゃい。ハイドさん、お疲れ、ありがとう。天月さん、いらっしゃい。のもさん、あきらさん、たーくん、ひでまんさん、たまごサンドさん、ありがとう。お、はっとりちゃん終わったみたいやね、 M リーグすごかったみたいで。トトロさん、解決たまごんさん、ありがとう。ローマ字よしさん、似合う、ありがとう。今日の髪良きですか、ありがとう。なかなか初めてかも、これ。ローマ字、あ、大文字のよしさん、パチパチ。ワンダーさんもありがとう。月の人さん、いらっしゃい。まーちゃん、モーさん、おしげさん、ありがとう。86さん、ね、あのピピちゃん、お誕生日です、きゃー、おめでとう。はっとりちゃん、100キラありがとうです。ひなほうは週にどれぐらい、実際のマージャンか。実際のマージャンはね、めっちゃまちまちだよ。何かこう大会とか収録があるって決まってからはすごいたくさん打ちに行く時があったり、まあでも今こうオンライン上で月めちゃくちゃ打ってるから、換算するとファイトガールとファイトクラブと、ファイトグラブ2つと、ロンロンか、4つやってるから、ネットのやつは。そうなんですよ。でもリアルでもね、ちゃんと打ってますよ。染一郎さん、エフグレナさん、セントちゃん、ありがとう。ヨウちゃん、お疲れ様。そうだよ、おめでとうだよ。ワンダーさん、悪魔風船ありがとう。イズキュン、パチパチありがとうです。ヒデマスさん、
悪魔風船ありがとう。おしげさんもありがとう、悪魔風船。みちゃおさん、やまぴいらっしゃい。え、お疲れ様、めっちゃ残業じゃない？やまぴのし、お疲れ様です。うわ、そう、さとしさん、推しの子完結したらしいね。いや、全然さ、原作読んでないから、まあ、全然分かってないんだけど、すごいなんかいろんな考察があったんでしょう。呪術廻戦ぐらいそれだけは回ってきたわ。めっちゃなんかどうなるみたいな、推しの子すごい展開やったらしいから、最後。そうなのよ。どうなったんだろう。おしげさん、おくま風船、あまとうさん、アイスありがとう。検索さんいらっしゃい。お、あまとうさんありがとうね。お弁当箱小判。スピンさんいらっしゃい、ありがとう。ヤマトさんありがとう。ローマ字よしさん、悪魔風船ありがとう。え、来週は気温急降下だって。やばい。ちゃんとというか、上着をね、買いたいんだよね。アウターか、あったかいやつ買いたいですね。忘れてた。孫悟空さんいらっしゃい。まーちゃんパチパチありがとう。メイピーズさん、お菓子ありがとう。N164 さん、サクサクさん、お疲れ様。バタコさんありがとう。まー、あ、ちゃん、お風呂ありがとうございます。めめめめ、超大ガッチ、ヤワサハさん、クマタカさんありがとう。ひらがなヨシーさん、お菓子ありがとね。プレコシさんいらっしゃい。キラブンタさん、お菓子ありがとう。何、ワンガンさん、みんな言ってるんだけど、 M リーグ2試合目みたい。ほんとか。あ、Vlog ハルパンダの通称お似合い。良きでしょ、良きでしょ。おしょうさん、バンクーバーさん、シャラクさんありがとう。そうなの？明日スカイツリーでご飯食べるの？え、それは何？スカイツリーで遊ぼうってなったってこと？なんかあるの？スカイツリーに用事。バンクーバーさん、パチパチありがとう。お風呂もありがとうです。ファントムさん、コエポンさんいらっしゃい。愛媛にはクロリンと松山城くらいしかない。え、観光いっぱいやるやろこれ何の話してた。これおしょうさん、パチパチありがとう。おう、バンクバさん、今日もご飯会。今からカズトさん、はじめまして、ありがとう。ひらがなのカズトさん。大ちゃん、たいちゃん、たいちゅんさんだった、ごめん。たいちゅんさん、とくとまるさんありがとう。おしょうさん、おふるとおやすみ。さんごくーさん、お菓子ありがとう。よっしーさんありがとう、ひらがな。はたさんとはラスワイの中でも推してた。あ、そうなんですかね。お写真撮らせてもらえたの今までなかったかな。お会いしたことはね、何度もあるんだけど、次お会いできたら。ひらがなのヨッシーさんありがとうございます。孫悟空さん、お菓子ありがとう。
キラブンタさん、ターコイズちゃん、スナフキンさん、カンマインさん、シシマルさん、ありがとう。ポンのストーリー見たけどセクシー。え？全然見てないんだけど、ポンは何を載せてくれてるの？いつのやつだろう。アントワヌさん、100キラありがとう。鍋の大きさは何個が希望ですか？何合なんだろう。でもね、あの一人で食べることもあるけど、なんかみんなで食べるかもっていうのを考えて、みんなというか誰かが来るっていうことを考えて、大きめがいいかな。大きめ買おうかな。おがこさん、メリーゴーランドありがとう。ありがとうございます。リルルさん、千葉さん、ありがとう。何、アイルトンさん、届いてるのかなって。カンマインさん、いらっしゃい。ノリ、サイリウム、ありがとう。ハラメタロン、お菓子ありがとう。ノリ、サイリウム、いっぱいありがとう。カセトオミトさん、ハッピーさん、ありがとう。お、奥間、お菓子ありがとうございます。 MX6 さん、ありがとう。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。え、神戸は明日の記録並みの気温になるって、どっちの記録？寒いってこと？明日神戸、え、急にじゃないそれ。サンバさん、ありがとう。しんいちさん、パチパチありがとう。おめでとうやで、マサさん。ケンスケ、悪魔風船ありがとうございます。スランプくん、いらっしゃい。ジャンパイ拭きを掃除する動画を岡田プロ載せてくれてるんですか？シーパイかな。え、見に行きたいな。私も好き、そういう動画見るの。なんかそのさ、選手権とかあるよね、速さ選手権みたいな。ハルポンちゃん、可愛くなったしアクティブだよねって。そう、アクティブなのはね、意外となんか昔からすごいアクティブだなと思ってたんだけど、そう、お姉さんになったよね、ハルポンちゃん、かわいい。おがこさん、サイリウムありがとう。ケンスケ、おくま、お菓子ありがとう。ネコプ、いらっしゃい。おう、おめでとうです、マサさん。ピルクル、ターシャハさん、ブレイブさん、パチパチありがとう。コロコロコロガラさん、 MM さん、いらっしゃい。ヤフカラホーさん、ありがとう。ハラメタル、サイリウムありがとうです。ひふみまるさん、いらっしゃい。まあそうだよね、痛み止め飲んだら眠くなっちゃうよね。それいかんねえ。僕マスターさん、腰。スランプくん、100キラありがとう。ジャンさん、かおりさん、ルームよりありがとうございます。今日もいらっしゃいです。ハルポンの長めの靴下めっちゃかわ、え、かわいいよね、めちゃくちゃ。あのニーハイかな、あれニーハイなのかな、めっちゃ似合ってるわ。赤、親分さん、今日もありがとう。テストさん、お風呂ありがとうです。ひなほちゃんからゲットしたお餅を、あ、食べましたか。うわ、いいな、美味しく食べれました。だってありがとう、ありがとう。焼いて食べてくれたんやね。
ちびぞうさん、大文字りゅうさん、みるお肉さん、ありがとう。かまいんさん、パチパチ。タボジェットくん、いらっしゃい、ありがとう。やっくん、お菓子ありがとうね。キラリンコと。かまいんさん、100キラギフト。ありがとう。まあ、いっかさん、いらっしゃい。おだちさん、ありがとうね、今日も来てくれて。今日の紙リボン初めて見る。あ、ほんまに？なんかこの間ね、買った紙飾り紹介するねって言った時に一回登場したんやけど、そう、あれね、買ったけど使えてなくて、いつ使おうかって思って。お、アマトワさん、え、早っ、今日で3年やったんですか。生のひなほちゃんに会えて3年経ちました。だってありがとうございます。あ、23日も応募してくれるの。来月だね。意外とすぐだよ、来月まで。待ってます。ゲームやり込んでも街がどれだけあるかですっとわかるんですか。やり込むほど早くなるよね、やっぱゲームでもさ、リアルでもそうだけど、打てば打つほどさ、こうたくさんのことが考えられるようになるよね。街もそうだし、早くなりましたよ、オンラインのおかげで。おだちさん、結婚してい、ありがとう。ローマジヨシさん、うま、ありがとうね。テレビでめっちゃホリデー流れてたんですか。おお、え、何のテレビやろう。ほんまに？また歌いたい。ダボジェットくん、ありがとう。嬉しいね。そうなのよ、黒が多いんですよ最近は。あ、断末見れた？虹色さん、龍さん照れまくりでキャラ可愛さましましたね。いや、龍さんも可愛いんですよ、めっちゃ。いや、でも今揺り動いてますわ、推しが。もし芸名で活動するとしたらなんて名前にしたかった。え、全然考えたこともないけど、でもさ、なんかこう爽やかな名前かな、あと覚えやすい名前とかがいいかも、もし変わるならね。何が合いますかね、私。武田ってね、意外とこういないんですけど、周りには。だから結構さ、名字で呼ばれること多いんだよね。矢吹さんとこでもそうだけど、名字なの、呼ばれが。あと麻雀とかでも結構名字で呼んでもらってる人多いかな。でもちょっといかついよね、武田ってね。いかついというか、なんかキュロリン、かわいいみたいな感じではないよね、武田はね。たけちゃんとかにしたらちょっと可愛くなるけど、たけちゃん、たけぽんとかさ、たけだってさ、なんかもう字体がもう習字じゃん、もうなんかこう想像する字体が。たけちゃんとかだったらさ、なんかこうギャル文字とか想像できるけど、まあでも覚えやすいならね、それがいいですけど。だからエイジさん、サイリウムありがとう。おお、林ありがとう、横乗りさん。ねえ、小山さん、いっぱいあるよ、愛媛は楽しいとこ。あるよ、いっぱい、道後温泉も、空ともりとか。あ、ヤマピー、お母様と行くのね。え、めっちゃいいじゃん。楽しんでね。
スカイツリーいいな。ポテチさんいらっしゃい。ミスドって今ポケモンとコラボしてるんですか。人気だよね。ポケモンとさ、ちいかわ人気すぎない？なんかどこ見てもコラボしてるんだけど、ちいかわってさ、私全然詳しくないんだけどさ、もうめちゃくちゃ人気やない？なんかどこ見てもこうお店とかでコラボしてたら並んでたりとかさ、今日もなんか どっかで見たよね、ちいかわ店みたいな。そんなに人気なん、ちいかわって。孫悟空さんお菓子ありがとう。ズミさん、シガさんありがとう。そうなの、ポテチさん今日はおリボンついてます、ありがとう。テツさんありがとう。ローマ字の一人で3人前は食べる。いや、そう、大きい鍋買っちゃうとね、いっぱい作っちゃうっていうデメリットもある。胃袋無限大なので。椿さん、ローマ字のあきさんありがとう。お、さとしさんも鍋パ参加する。お、椿さん100回目ですか今日。ありがとうございます。訪問かな、ありがとう。芝さんいらっしゃい。隊長お菓子ありがとう。お、隊長夜勤無音お疲れ様です。煮物だったら何が好き？私も里芋かも。煮物よね。うん、結構煮物とか煮付けとか好きやけどね、何でも。カレーの煮付けとかめっちゃ好き。スイカさん、おパパパチパチありがとう。エルモンさんいらっしゃい。携帯なくしたことある？私は2年おきに10から12月になくすのが2台続いた。え、なくすってどうやってなくすん？お手洗いとかに置いてきちゃうってこと？なくしたことはないかも、私携帯。でも私も落とすとか投げるとか、今までその変えてきた機種変の理由は、2回は海に投げちゃったのね。その釣り中に間違えて海に投げちゃって、海に投げたら携帯使用でダメになるからさ、ちょっとでも使ったら。それ以外はもう本当に普通に新しくしたくて機種変しただけかな。置いてきてもさ、大体なんか、あとどこどこに忘れてきたってなって取りに行けたりすることない、携帯って。どうなんやろ、なくしちゃうのか。しげるさんありがとう。スイカさんお風呂ありがとう。スーピーズソースは玉ねぎとか入った白い、あ、スービーズね、なんか昨日教えてくれたやつね。食べたことない。でも美味しそうだね。玉ねぎが入ったソースなんだって。スービーズソースっていうのがあるらしい。隊長お風呂ありがとう。今日はおさげにしたよ、盛り上げに。そうだね、お下げ盛り上げですかね、今日は。いってらっしゃい。大文字カズさんいらっしゃい。あ、キーちゃんは寒い時期のあったかいベッドあるけど夏用のベッドもあるって。あるんですよ、それが。で、今はあるかわかんないけどね、昔なんかひんやりベッド買った気がする、私。なんかね、サラサラのひんやりベッド。おさっぴーさん、ラブレターありがとう。ハルポンに誘われて山登りしたり1時間散歩したり。インドアひなほちゃんもすっかりアウトドア。まだね、山は登ってないけどね、今度ちょっと登らされそうやわ。今まで避けてきたんですけど、山登り、とうとう登る時が来たかもしれん。私ずっとね、ハルポンにね、山登り誘われてるんだけど、ちょっとついに来るかもしれない。
でもいいかもしれないねって思って、アウトドアさん、最近アウトドアになってきて私も。ギウさん、ウサギさんいらっしゃい。ヤマピー、わかる、ありがとう。あ、インスタのストーリーなんだ、岡田プロの麻雀のやつ。テストさん、ありがとう。金ちゃん、土屋さん、ミュージックショップさん、鈴尾さん、野菜炒めさん、ひらがな斉藤さん、ありがとう。てちさん、てちさん、菜食さん、ありがとう。乾燥するよ、冬本当にパリパリしてきちゃうわ、やだこれ。ようちゃん、尊いありがとう。あ、結婚してありがとうございます。スイーツのりあきさんいらっしゃい。ゆうすけさんに、さいさん、やすすすさんありがとう。カツオさんいらっしゃい、ありがとう。タケタケさんありがとうございます。タケタケさんいらっしゃい。いかついでしょ。ノムさん、ひらがなのハルさん、ありがとう。そう、武田ってね、そう、武将みたいな名前じゃん。まあ武将じゃん。ひなほちゃん、大人だからプライベートで知り合ったら武田さんって呼んじゃうだろうな。そうだよね。うん。確かにね。まあ大人になったからっていうのもあるよね。三毛猫さんいらっしゃい。サイさん、パチパチありがとう。ひいなたけし。そう、怒られるわ、ひいなたけしにしたら。たけちゃん、たけちゃんがいなほ。たけちゃんって可愛いと思うんだけどね。あと、おたけとか。おたけ、あ、おかきさんいらっしゃい。うん、書道家さんもいらっしゃるの、金属ぷいさん。武田ひなほ、しっかり可愛い名前だって言ってくれてる。ありがとう。なんかね、自覚は最高らしい。ちゃんとさ、母、まあ、父母がすごい自覚を考えて名前つけてくれたから、なんかいいんだって、この武田ひなほのこの自覚は。おかきさん、バラありがとう。え、ちいかわって二郎系ラーメンともコラボしてるんですか、すっごっ。で、ちいかわってさ、なんか喋らんのよね、確か。漫画とかにもなってるけど喋らないみたいな。喋るキャラもいるけど喋んないキャラもいるって聞いたことある。おパンチウサギ知ってるよ、存在は。ピンク、真ピンクの子でしょ。え、あれ、ちいかわと一緒なんですか、親戚、ちいかわの。おかきさん、小判ありがとう。ひろちさんありがとう。こしさん、お風呂ありがとうです。来週は17日に TikTok ライブ、19日にドリフ。そうだよ。え、そうじゃん。まずはあれだね、17日に TikTok ライブ、こないだの振り替えでスーピーズ2人で初の TikTok ライブです。あと19日にドリフマージャン、これも YouTube 生配信ですね。でもそうだね、21日は夕刊富士だわ。みんなとこう、みんなに見てもらえるのが多くて嬉しいですね。ちいかわよりひなぷの方が可愛い。それだいぶ可愛くないと、それ。ありがとう。かまいさん。ひろちさんありがとう。うん、猫ぷー、パチパチありがとうです。たまごちゃんありがとう。か、すごい、かおりさん、ちいかわグッズの CM ナレーションされてるんですか、めっちゃすごい。そうなんだ。
ジョイフルは19日から鬼滅とコラボだって。おお。ジョイフルってさ、すごいコラボしてるよね。あとココスか、愛媛でさ、こないだココス食べに行ったら、なんか毎回なんか違うキャラとコラボしてる気がする。ココス知ってる？みんな。ワンガンさん、太鼓の奥間ありがとう。太鼓の奥間。のぶーさん、おたこありがとう。今日ものぞみさん、のぶーさん、いらっしゃい。カレーの煮付けって美味しいよね。こえぽんさん、こうとくさん、お疲れ様。ようちゃん、お風呂ありがとう。今年中にゆっくり松山でフランフランとかでショッピング、年末年始とかはね、入れそうだから。愛媛、そうなんよ、行けると思うけど。そうなの。お、ラブクマありがとう。ステラさん、ありがとうございます、ギフト。ヨッチさん、トッシンさん、ヴァンパイア鬼さん、ありがとう。電車に降りて気づいて、あ、なるほどね。あ、それがあるか。電車に置いてきたパターンね。それって届けられんのや。誰かが持って帰っちゃうってことかな。そうなのか。あちこちさん、いらっしゃい、ありがとう。ローマ字まこさん、いらっしゃい。確かに、スマホをね、海に落としただけなのに。なら主演取れるわ、落としすぎて海に。ローマ字まこさん、お菓子ありがとう。ワンガンさん、お風呂ありがとう。寒くなってきたからラーメンばっかり食べてしまう。でもわかる。なんかね、ラーメンブーム来そうで怖いです。食べ過ぎたくないけど、ラーメン。でもめっちゃ味の美味しさに気づいて最近。いや、食べてはないんやけど、あの二郎系とかさ、食べてから、めっちゃラーメンって美味しいやんと思い始めて。大工さん、レインボースターありがとう。やわさはさんもパチパチありがとう。ハルポンと仲良しだよねって。もちろんです。そう、高尾山ね、そう行きたいんですよ。山登りしたらブラックひなほちゃんが出てきそう。まあ、意外とさ、覚悟決めたらさ、もう何も言わんよ。それまでにダダこねるから私。山登りとか、なんか走るとかなったらさ、まあ、さ、当日はもう何も言わんよ。それまでにどうにかしてこう阻止するという魂胆ですから、私は。ヤコポンさん、ローマ字のひろしさん、タグ JP さん、ありがとう。そうだね、山登りするんだったらちゃんとね、服装もしなきゃだし。そうよ。カムさん、100キロありがとう。山登り頑張った。いや、まずこう登らないことを頑張るから。サルくん、いらっしゃい。ハラポニョちゃん、いらっしゃい。しんいち、お菓子ありがとう。お、ガンちゃん、ありがとうございます。100キロと。サルくん、かわいい、ありがとうね。ユキーさん、石槌さん登ったんですか？どれぐらいで登れたん？歩いて行った時。いや、確かに達成感はめっちゃあるよね、絶対。ドナルドさん、お風呂ありがとうございます。野心方、30分も歩けるなんてすごくない？そうでしょ、はらめたろ、ほんまに。これからはタケちゃんって呼ぶの？ポップマスターさん。でもタケちゃんってなんかちょっと距離遠くなった感じするよね、下の名前に比べたら。
気ままに登山部自分も入部してますよって。気ままに登山部入部してるんですか、すごい。学校さん登山部なんかあるやん。ポンタちゃんいらっしゃい。友達に武士の武田とバンブーの武田がいて、あだ名がソルジャーとバンブーえ、かっこいいじゃん。確かにね、ソルジャーちゃんポン、ん？そっか、ピちゃんは23歳か。大人だな。毛玉京志郎さんありがとう。ローマ字ナナさんいらっしゃい。おパンチウサギとチーカはやっぱ別物か。なんか顔全然違うもんね、おパンチウサギとチーカはって。ともひろさんいらっしゃいありがとう。よこぽんさん100キラありがとう。あ、今週の神散歩見てくれた？え、そう、汁なし担々麺食べてみたいよ、めっちゃ。絶対美味しいよね。ひろしさんいらっしゃい。そう、スイカさん、ココスのハンバーグめっちゃ美味しいよね。あの、タワラハンバーグみたいな。なんと今治でも、今治に初めて上陸するのか、愛媛で。サイゼリアオープンだって。え、行きたい。サイゼリア、そうなんだ。はやてさん、天使のラブコマありがとう。今日もありがとうございます。はやてさんいらっしゃいね。スーピーズとココスコラボしたいですよ。大好きなのでココス。お、そうか、ブラックフライデー始まる。お腹すいた。メロンさんパチパチありがとう。ハートのヨシさんいらっしゃい。蒙古タンメン行きたいな。お店だよね、蒙古タンメン。ん、大工さんお風呂ありがとうございます。告知はね、今月さっきもねお伝えしたんですけど、あ、そうだ、12月23日に矢吹さんのフェスにまた出演させていただけることになりまして、それの先行抽選がもうちょっとなんだよね。ぜひあの X にて確認してもらえたらと思います。私もちょっと矢吹さんの見に行ってくる。詳細が発表されたらしいので。あと7日の日曜日にスーピーズ初の TikTok ライブ配信があるので、それもぜひ見に来てほしいのと、次の週の19日にドリフマージャンにも出演させていただきます。これは YouTube 生配信なので、これもねぜひあのリアルタイムで見に来てくれたら嬉しいです。そしてまたまたあのマージャンのお話で、21日にも私がこう今回出演している夕刊フジに初めての放送対局で、夕刊フジでは初めての放送対局ですね、登板予定なので見てね。スミッチさん、スピードバートさん、ハロランさん、ショールーマンさんかな、ありがとう。ポトポトポットスさん、はじめまして、ありがとうございます。ポトポトポットスさん、ハロランさんかわいい、ありがとう。ワンダーさんパチパチ、ローマジヨシさんわかる、ありがとう。普通の会話で山の話が出てきたら別の話に誘導しないとね。そう、山といえばさみたいな、山といえばさ、私の武田ってどう思うみたいな。
高尾山で余裕なの？30分歩けたら。何なの高尾山、高尾山ってさ、ハルポンが言ってくれててさ、調べなきゃ。コーポンさんいらっしゃい。うん。へえー、そうなんだブラッチ。俺も30分なら歩きたい派だけど、友達は10分なら。それはでも短いね。10分でタクシー乗りたいで。10分ってね、意外と歩いてみたらすぐだよね。それは最近知りましたわ。昔は10分でも長って思ってたけど、こっち来てから。ペコさんいらっしゃい。キンニャンさんありがとう。おくまお菓子風船ありがとうです。のり告知ありがとうね。今日もチートイツ発動中さんありがとうございます。なおさんお風呂ありがとう。松山でラーメンといえばミュージシャンの佐藤さんのカレー大変身ラーメンって何？気になるなそれ。カレーのラーメンってこと？ののんさん100キラありがとう。新幹線で試験勉強してたら2ページ目で睡魔に襲われた。でもさ、新幹線ってさ眠くならん？なんか飛行機とかもそうだけど、乗り物って眠くなるよね。それじゃない？やっぱこう止まってるところの方がまだ集中できるんじゃん。寝ちゃうんだけど私も。ワンダーさんお菓子ありがとう。ジーさんお菓子ありがとう。高尾さんは比較的近いんだ。そっか。大街道銀天街歩いてると15分はすぐ。確かにね、大街道から銀天街までこう端から端まで歩いたらそれくらいだよね多分。わ、江ノ島ね、行ったことないんですよ。めっちゃ行ってみたい、江ノ島。花火とかもやってるよね、確か。のんちぃさん、ゆうにゃんさん、猫耳さんありがとう。ゆうにゃんさん、ちょっとおひさん。ありがとう。30分歩くときは途中でドトール入る。まあ最高だね、でも。私もそうかも。あったら入っちゃうかも。メロンさん、お菓子ありがとう。高尾山って年間の登山者数が世界一なんだって。世界一？激混みなんじゃないそれ。そうなの？ PL さん、モーコンさんありがとう。イナプは飛行機乗った途端に寝る。そうよ、もうなんか飛行機がベッドだっていう認識になっちゃって、頭が乗った瞬間眠くなる。あきえもんさんラブレターありがとうございます。ねえよしさん、揺れてるとね眠くなるよね本当に。あ、高尾さんロープウェイ乗れるのか。あ、確かになんかそれ教えてくれてたの、ハルポンも。それいいね、いいね。それ乗っちゃう。あ、ちょうど30分じゃん。ちょっとお供タイムしよう。今日の頭はじゃじゃーん、なんか旬を感じる果実で温州みかんがあったよので買ってきました。ミックススムージーなんだ。みかんスムージーです。はい、では今日も元気にみかん乾杯、みかん杯。おやすみ。
めっちゃ食感すごい、これすごいさ、果肉入ってるんだけど、すごい粒々だ、おいしい。うん、そう、果汁 14% だって、めっちゃ入ってた。ちょっとゼリーっぽいのも入ってるかも。うん、うん、あ、すごいわこれ、みかんの皮っぽいのも入ってる。めっちゃ入ってるじゃん、すご。確かに、あ、みかんとオレンジのミックスなんだって。わからん。オレンジと、確かに温州みかんの味が結構強いかな、甘い感じ、美味しい。仙人さんいらっしゃい、マサさんいらっしゃいです。頭、これね、コンビニかな、どっちの、セブンかファミマなんだけど、どっちやったか忘れたな、ファミマかな、どうであれよ。よし、じゃあちょっと今日はランキング読みして終わろうかなと思うんですけど、すみませんのね。ランキング読みしますね。猫耳さん、100キラありがとう。あけもさん、おふるた、ありがとう、みつあみです、今日は。では、ランキング読みいくぞい。ありがとうね。13位、にじいろさん。壇上ありがとう。おやすみ。12位、お、ブラッチありがとう。本日も壇上だ。11位、スエさんありがとうね、今日もコメントもありがとう。10位、あ、ひでゆきさんありがとう、ひでゆきさん本日も壇上。9位、お、おさぴーさんありがとうね、今日もだ、ありがとうございます。8位、あ、大工さんありがとう、大工さん壇上だ。ラッキーセブン、お、テストさん7位、明日はいい日になるぞーい、7位、ありがとう。6位、ヘンリーさんありがとうございます、いつも壇上ありがとう、おやすみ。5位、おがこさんありがとう、壇上だよ、いつもありがとうね。そして4位、ワンガンさんありがとう、ワンガンさん4位です、たくさんありがとうございます、おやすみ。そして3位、あぼん、ワンダーさん、今日も今日とてありがとう、3位です、おやすみ。そして2位、あぼん、はやてさんありがとう、2位です、たくさんいただきありがとう、嬉しい、ありがとうね。そして今日の第1位、あぼん、イルカさんありがとうございます、イルカさん1位だよ、たくさんありがとう、すごい、はい、ということで、すごい、4042盛り上げ、今日はおさぎ、一つおさぎ盛り上げです。いつもたくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日夜10時半ぐらいから配信してるので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、今日はここで終わりたいと思います。ありがとうね、また明日。 GTR さん、ようちゃん、かわいいと、ローマ字よしさん、尊い、おかむさん、あげ、マサさん、お疲れ、ありがとう。ではみんな、おやすみ、ぷよんぷよん、お疲れ、ゴー、よ。
4321バイバイキーン、おやすみ。